ストライクショット、こんにちは、Xラック長野ひとこなえとのぐちゃんです。はい、ということで今日はこちら、じゃん、重心化アヌビス使ってみた。はい、ワンちゃん来たね。ワンワンが来ました。はい、はい、じゃあ早速使っていきたいと思います。はい、では早速使っていきたいと思います、はい、こちら、貫通のスピード型、うん、アビリティが超アンチダメージボールと回復、うん、そして友情コンボが超強貫通ホーミング12、うん、そして副友情に、超強防御ダウンブラストですね。新しい新しい友情になります。適当にこんな感じでやってみます、はい、まあ、こんな感じとこんな感じですね。はい、ちょっと当たってみますか。じゃあ当たってみます。お願いします。おお、防御ダウン結構ちょっと大きそうな感じだったね。そうですね。では当たってみます。はい、おお、今結構離れてたけど、ね、届きましたね。広いね。はあ、画面の真ん中らへんにいたら割と端っこまでいけそうな感じしますね、うんうんうん。はい、では今ちょうどアヌビスがボスの近くにいるので当たりに行ってみたいと思います、うんうん、よっ、おー、鬼も入るんだ、うんうんうん、はー、いいね、これは。いいですよこれ。もう一回、よいしょー、すごいな、ボールダウンしてるからかなりダメージ入りますね、うん。では3体拾って回復を見せていきたいと思います、うん、こんな感じかな。いきます。よっ、いいね、こんな感じと、うん、ゲージないのいいね、うん、3体やると割と回復もしますし、いいです ね、いいですね。はい、それでは SS まず1段階目打っていきたいと思います、はい、こちら、大神官の力で自身のスピードとパワーがアップ、うん、ということで早速打っていきたいと思います。いきます。天秤の裁きは下された。黒き獣たちよ、執行せよ。一段目だよねこれ。ですよね、かなり動いてませんでした、余裕でした。280だけどもうちょっといったかもぐらいな、うん、まだもうちょいいけましたよね、うん、2段階目めっちゃ楽しみですよね。やばいね。へえ。はい、では超アンチダメージボール見せていきたいと思います。いきますね、うん、おー、36万ぐらいだったかな、うん、2回通ってスピードダウンしてなければもうちょい拾えたと思うので、うんうんうん、いけそうですね結構。そうですね、うん、はい、それでは SS2 段階目、はい、いっていきたいと思います。はい、いきます。うん、いきます。天秤の裁きは下された。黒き獣たちよ、執行せよ。どうしてた。まだいけそうだったね。いけますね、550万。はあ、すごい、すごい早かったね、うん、アシュラ結構スピードダウン食らうけど、うん、スピードダウン食らっててもこれだったらかなりいけそうですね。動けそうな気しますよね、うん、すごい。はい、はい、続いて、はい、ストライクショットでございました、はい、それではステータス見ていきましょう。はい、ということでステータスこちらになります、はいはい、今言ったのはアシュラですね、うんうん、まあ、ダメージウォール出てくるので超アンチが活躍するのと、はい、あとは結構火ダメもあると思うんですけど、うん、回復持ちなのでその辺もカバーできるかなと、そうですね、思います。はい、他行けそうなところで行くと他はあとは覇者の塔いろいろ行けると思うんですけど、まあ、21回、26回、はい、あと36とかも行けるんじゃないかなと思います。ダメージウォールのね、そうですね、ステージなら行けそうですね、うん。あとはまあ、三雲とかもダメを出てきますし、うん、あと行けるとこだとビシャスとかもいいんじゃないかなと思いますね、はいはい、ではポイントいきましょう。はい、ポイントはこちら、じゃん、新友情コンボ超強防御ダウンブラストですね、はい、範囲がね結構広かったですよね、うんうん、超強になって広がってたし、うん、威力も上がってるんですよね。そうですね、うん、かなりボス密着してるとボケダウンブラスト、はい、かなりいい感じなんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで以上、こちら、じゃん、重心化アヌビス使ってみたでございました。はい、皆さんお楽しみに。はい、ではバイバイ。お願いします。
思うのでチェックしてみてください。いつもみんなモンストで遊んでくれてありがとう。って私が言うと思わなかったやつ。これからもモンストをよろしくお願いします。